淀屋橋なんですけど、場所はもうちょっと東って感じなんで、A のあれに乗ろうかな、ループに。しかし、光ってますね。こうやって撮ってはいるんですけど、んまり興味ないってことも、いや、興味ないってこともないか。綺麗でいいと思います。それにちょっとだいぶ寒くなってきて、いい感じだね。もう冬はこうじゃないと。もっと寒くてもいいぐらいだと思います。というわけで、あ、そしてこのライブ会場の向かうまでに、大島イデアさんの展示に行ってきまして、ああ、みんなどこでゲットしてんの、それ。っていうか、歩道走んなよ。なんとか最終日間に合いました。昨日僕動画でイリヤさんって言ってたけど、イデアさんですね。イリヤさんやと思ってました。もう何十年もってことないか。でも10年以上イリヤさんやと思ってました。ということで、鳥が見つかればいいんですが。で、僕がついてって電源と消えるっていうのがあるんですか。もう、電源とつけて、で、こっちの。もうやめてくれる。なんかさ、エユ君もこんなん持ってた。いや、いいな。ちょっと5番後ろはずっと祈っとって、私言うたら、あとっていいな。今年の全部使えよ。ほんと苦しみなくて。俺な、海ちゃんがパン当たったらな、俺もらいに行こうって。海ちゃん当たれと思っとって。いや、まあ、外しよったあの壁でなんか CD 当たるかなと思ってきて。それも。海ちゃん当たったねな。俺に来たおもろいのにな。あ、取れるなと思って。全然ダウンした。な、俺らこんなもんね。そうですね。実力で勝ち取るしかない。だいぶブスに終わりました。結構カメラは全部無線で、それが気になってました。気になっちゃいました。なんて言ってたかな、なんとかっていう、ホリーランドじゃなかったけど、なんか、ね、飛ばしてありましたね。シネビュー SE、はい、これおいくらぐらい？これね、その送信機と受信機のセットで、はい、Amazon で7万以内で買えます。なんていうの？ワンペアで。ワンペアで。あ、へえ、あ、それぐらいで。でもあんまり切れないですよね。すごいですよ、これ。すごいですよね。多分今のこの2024のその価格帯で一番安定してる気がします。へえ。いや、なんか、皆さん無線っぽいし、でもその割に
切れないなと思ってたんですけど。へえー、あ、そうですか。ここはね、ナイス。アクスン。ナイスだね。へえー。このアクション5プロも、アクション5プロも外で出せるっていうのがいいですね。ね。これ、アクション5プロも、あれですよね。伝送で出せてるってことですよね。そうです。素晴らしいなぁ。どっちで見られてました？ 2 階で見てました。はい。こっちのプロジェクター、どうでした？いや、そこまで、なんか、コンマ何秒ちょっとあるかなって感じはしましたけど、でも全然。ちゃんとこう、楽しんでいただけました。全然。はい。そう言っていただけると。ビップシンクがうんぬんかんぬんっていうので気になるレベルではなかったです。はい。あ、そうですよ。いやー、遅延気になっとってんけどね。2階は大丈夫でしょ。ああ、よかったね。はい、そう、やっぱり2階の方々ってメインの演奏見えへんから、やっぱ我々としても、なんとか、ちょっとでも楽しんでもらおうかな。ありがとうございます。じゃあ2階はやっぱスイッチャーから直に出してよかったよ。そうですね。なるほどね。そういうことか。2階は YouTube のやつじゃないですか。その前段階で。ああ、下は YouTube？ YouTube は遅れますよね。そうですね。なるほど。そういうことか。なるほど。いや、面白い。いや、これでもいいですね。これ欲しいな、これ。